こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、なぜその服は似合わないのか、こういったテーマでお話をしていきたいなと思っています。まあ、最近僕の動画の中でも結構ですね、具体的にユニクロを使ったコーディネート、こういったものもやっていますが、それとは結構真逆と言ったらなんですけども、割と抽象的な高い服は必要なのかとか、あとはトレンドは必要なのかっていうような、割とですね、理論的なことも定期的にお伝えしてるんですね。 この辺りが意外とですね、いろんな方に見ていただいて、コメントをたくさんいただいているので、まあ、今回もですね、そのパターンの一つで、具体的なオシャレの仕方も大事なんですけれども、ある程度抽象的ではあるものの、この部分をしっかりと理解することで、だいぶですね、オシャレの表現の方法が変わってくるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。そこで今回のテーマなんですが、なぜその服が似合わないのかということで、まあ、僕自身もですね、一消費者として、 そうすると、これは皆さんも体験があるかなと思うんですが、着た瞬間にめちゃくちゃ似合わないなって感じること。 ありませんか結構ですね、僕の中では試着をしたものの中の大体半分以上がなんかしっくり来ないなっていうことが多くてその中でごく一部の服をですね、実際に購入する形になるんですね。なので打率としては試着10回したらその中で買うのって多分1、2枚もしくは3枚以内だと思うんですね。このあたりは結構人によって様々かなと思うんですがまあそれぐらいですね、こう来た瞬間にバチッとハマるものって って少ななないかなと思ってるんでですすねねじゃあなぜです、ね、僕たちはこのように服を似合わないと感じるのかこあたりをですね、もうちょっと感覚的なことではなくて、より具体的に今回はお伝えしたいなということで、いくつかですね、似合わない理由について僕なりに挙げてみたいなと思うんですね。これなぜ僕の中でこういったことがお話できるかというと、僕は13年間個人向けのスタイリストとして、いろんな方のですね、似合う服というものをご提案してきた わけなんですね一応僕もプロとしてやっているのでお客さんに事前に会う前に写真だとかどんな服を持ってるのかとかはですねある程度確認をしてその上でですねお客さんに似合いそうなものをあらかじめ用意をしておくんですねだけど実際に着てもらうと全然これ似合わないなっていうものの方が多いわけですねでいろいろと試着をしてもらいながらあ こういう方向は合わないんだねとか、あ、こういった方向がハマるんだなっていうのを微調整しながらその人に似合う服というものをですね、ご提案していくっていうのは僕の普段のスタイリングなんですね。まあ、このような形で本当にいろんな体型の方、いろんな年代の方、いろんな雰囲気の方、このような方々にスタイリングをする中で服が似合わない理由というのはある程度の項目に分けられるのかなと思うので、今回はそのあたりを皆さんにしっかりとシェアをしていきたいなというふうに思っています。 はい。ということで、まず一つ目の似合わない理由なんですが、 本人のキャラクターに合わないということなんですね。これは結構あって、例えばですね、ベーシックな服があるとしますよね。この服も似合う人もいれば、そんなに似合わない人もいたりするわけなんですね。これを大きく分ける理由として、僕はその方の雰囲気だとか、キャラクターに合うか合わないか、ここが一番大きいんじゃないのかなというふうに、13年間の経験では感じているんですね。まあ、例えばですね、いろんな雰囲気の方、 がいるんですがまず一つ目、真面目な雰囲気の方。二つ目、ちょっとこう明るい雰囲気の方。で、三番目がですね、体育会系のこう活発なイメージの方。で、四番目は割と個性派の方。 で、5番目が、ちょっとこう、男前の雰囲気の方ですね。ちょっとオラオラ感があったりするような方ですね。まあ、それぞれ似合う服って全然変わってくるんですね。例えば1つ目の真面目系のタイプの人ですね。まあ、具体的に言うと、公務員のお仕事されてたりだとか、あとはこう、政治家の方とか、弁護士さんだとか、会計士さんだとか、まあ、そういったちょっと固めのお仕事をしてる方に多いんですが、こういった真面目系の雰囲気の方だったら、ベーシックな服っていうのは結構似合いやすいんですよ。 その方の雰囲気とそのベーシックな木を照らわない雰囲気というのはうまくマッチするのでこの辺りは相性がいいかなと思うんですがベーシックな服の対局にあるようなトレンド感満載の服ですね例えばビッグシルエットの服だとかあとはトレンドアイテムですね例えばバンドカラチャスとか僕の動画の中でよく出てくるんですが真面目タイプの方が着てしまうと結構なんか昭和の文豪みたいに見えてしまったりだとかうまく雰囲気が合わなかったりすることもあっ あるんですね。ですので、一番の真面目タイプの方には、割とベーシックで、木を照らわないもの、色合いであったら、ネイビー、ホワイト、グレー、ブルー、このあたりが似合いやすいんですね。あんまり攻めすぎないものの方が似合いやすいかなというふうに感じています。で、二つ目の明るいタイプというところで言うと、具体的に芸人さん、芸能人の方とかに結構明るいタイプの方が多いかなと思うんですが、こういった方って、色合いで言ったらちょっとポップなものですね。綺麗な色だとか、 ちょっとビビットなものなんかも意外と着こなせてしまいますし、あとはトレンドの服なんかも割とこう明るい雰囲気でご自身のものにしてしまうっていうことが少なくないので、こういったタイプの方には僕あんまりベーシックな服って提案しないんですね。無難すぎてしまってその人の雰囲気をうまく活かせないので、ちょっとポップな色を混ぜたりだとか、トレンド感を混ぜた方が似合いやすいのかなと思います。で、3番目の体育会系のタイプですね。まあサッカー選手だとか、あとはラグビー選手だとか、筋トレをすごくしてる 人だとかまあ、そういったスポーツの香りのする方だと、やっぱりですね、ベーシックがトレンド感があるかで言ったら、まあ、ちょっとこう、ベーシックな、あんまり気取らない服の方が似合いやすいかなというふうに思ってまして、まあ、アイテムで言うと、ちょっとスポーティーな香りのする、例えば、ナイロンジャケットだとか、マウンテンパーカーだとか、着丈がスッキリとしたダウンだとか、こういったカジュアルなスポーティーな感じのものが似合いやすかったりするんですね。割とベーシックな白 T だとか、こういったものなんかも合い ますし結構体つきが締まってるのでゴテゴテと色を使ったりだとか柄を使うよりもシンプルかつちょっとスポーティーな顔のするものを着てあげるとバランスが良かったりするんですねで4番目の個性派のタイプの方もいらっしゃるんですよねまあ人口の割合からするとここはめちゃくちゃ少ないかなと思ってましてまあ、俳優さんで言うと小田切嬢さんとかあとは学者さんで言うと落合陽一さんだとかこういった雰囲気もあとお仕事もちょっと とエッジの効いている方だとやっぱり個性的なトレンドがものすごく強いものだとかすごいビッグシルエットのものだとかデザインとか色合いに関してもかなりエッジが効いたものもしっかりとご自身の個性で着こなせてしまうのでまあ、こういったタイプの方々もいらっしゃいますそして5番目のちょっと男前のタイプの方ですね俳優さんで言うと的場浩二さんだとかまあこういった方々も割とこうベーシックな服の方が似合いやすくてそこにアクセサリーだとか v ネックの深い モードが起きてしまうと結構ギラギラ感が強くなってしまうのでなるべくオーソドックスなもので揃えた方が似合いやすかったりだとか雰囲気がもう男前でかっこいいのでベーシックな服を着てもちゃんと人との違いが出たりするので、まあ、こういった服の方が似合いやすかったりするというような、まあ、このようにある程度こう人柄によって似合うものは変わってくるので例えば真面目タイプの方がビッグシルエットの服を着てもなんか服に着られている感じがしてしまうっていうのがあったりするわけでこの一番の事故が結構多いような気がしますね 真面目タイプの方がトレンド系の服を着たり色合いが派手なものを着たりだとか柄物を着てしまったりだとかすごくカジュアルな雰囲気のものですねパーカーだとか 短パンだとか、こういっためちゃくちゃカジュアルなものというのも、真面目系なタイプにはあんまり似合わないんですよね。ですので、まずはご自身のキャラクターというか、自分はどのように第三者から見られるのかっていう自己理解ですね。ここがめちゃくちゃ重要で、そのあたりを理解した上で、こういった服が似合うんだなとか、こういった服は似合いにくいんだなっていうところを理解しておくと、結構似合わないという事故は防げるんじゃないのかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい続いて2つ目の似合わない理由なんですがご自身の年齢と ファッションの傾向が合わないっていうことなんですね。これもよくある話で、10代、20代のトレンドと、僕ら30代、40代のトレンドだとか、見慣れてるスタイルっていうものは、明確な違いがあるんですね。例えば、今の10代、20代の方々にとっては、サイズ感はビッグシュレットの方が断然馴染みがあるんですね。ですので、そういったものを見ても特に違和感がないんですが、僕たち30代後半から40代以降の世代っていう のは結構タイトトトなシルエットががトレンドだっったた時期が長かったんですねですので、そういったスタイルの方が目が慣れてるんですね。なので、今の段階でも好きにデニムを履いてたいだとか、あとは割とこう、コンパクトなサイズ感を着てる方は多いかなと思いますし、ビッグシルエットのものの方がかえって見慣れてないという方も多いかなと思うんですね。まあ、その感覚は間違ってなくて、年代によって似合うものだとか、その年代の中での違和感のなさって っていうものがあるので、そこはある程度重要視した方が僕はバランスがいいかなと思います。例えば40代以降の方で言うと、先ほども出てきましたが、 パーカーだとか、あとは短パンだとか、さらにはプリント T シャツだとか、あとはサンダルだとか、スウェットだとか、このようなめちゃくちゃカジュアルなものというのがだんだん似合いづらくなってくるんですね。それよりもちょっと綺麗めなアイテムですね。パーカーよりはニットの方が似合いやすいですし、プリントの入ってる T シャツよりは無地の方がやっぱり使いやすいですし、ボトムスで言ってもスウェットみたいなものは似合いづらくて、センタープレスが効いたような EG スラックスみたいなものの方が似合ったりしますし、靴もサンダルよりはちょっときれいめなローファーだとか、あとはレザースニーカーの方が似合いやすかったり、このように年代によって似合う服って全然違ってくるので、このあたりはまずはベースとして理解をしておくことが大事かなと思います。一方で30代後半から40代の方でも、おしゃれの感度が高い方だったら、このようなカジュアルなものも着こなせてしまうんですよね。ただ、それはごく一部のおしゃれの習得度が高い方が。 なので、一般的な方であればある程度年代によって似合うもの、ベーシックかつちょっと綺麗めでトレンド感が強すぎないものの方が似合いやすいんだよというところは理解をしておいた方がいいかなと思います。まあ、ここを理解しておくと40代の方がビッグシルエットの服を着た時になんかやぼったく見えるなとか、あとはトレンド感の強いアイテムを着た時になんかこれ昔流行で着たことがあるけどなんか今しっくりこないなって感覚的にしっくりこ ないってことがあったりすると思うんですねこの感覚って結構間違ってないことの方が多かったですので何か違和感を覚えた時があったとしたら結構この年代と合わないっていうところも一つの項目としてはあるかなと思うのでぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています続いて3点目なんですがこれも結構あるなと思ってまして おしゃれとかファッションの習得度って個人によって結構様々だなと思うんですね。ここと服が合わないと似合わないってことが起きるんですよね。まあ、僕はよくですね、おしゃれ無頓着の方、その上におしゃれ初級者、その上におしゃれ中級者、そしてさらにその上、ピラミッドのトップにおしゃれ上級者がいるというお話をするかなと思うんですが、それぞれおしゃれの習得度というものが違うと思っているんですね。ある程度おしゃれに対しての感度が 高かったりだとか知識が深い方中級者以上の方だったら着こなせるものもあればそこまで行ってないおしゃれ初級者の方だとちょっと難しく感じるものがあったりするわけですね具体的なところで言うとニューバランスのスニーカーこういったものってある程度のおしゃれ習得度がないと似合わなく感じてしまうことが多いんですね例えばおしゃれ初級者の段階っていうのは結構ベーシックな着こなしだとか気を照らわないものだとかトレンド感 っていうのもそこの方々がニューバランスを見ると白のレザースニーカーの良さってわかるじゃないですかわかりやすい美しさ綺麗な雰囲気が漂っているんだけどもニューバランスのスニーカーって下手するとおじさんが履いてそうなスニーカーに見えるじゃないですかどこがいいのかわからないっていう段階の方も結構多いんですよねそういう方々が無理してニューバランスを履くとなんか似合わないんだよな っってていうう違和感が強くなってしまうので今自分の習得度がどの値りなのかっていうところはしっかりと理解しながらその段階で違和感がないものをまずは買い揃えていって次の一歩に進む時に初めてですね初級者から中級者に登る段階でニューバランスのスニーカーだとかあとはバンドカラーシャツを着てみるだとか着丈の短めのちょっとアウターを着てみるだとかまあそういったトレンドアイテムをトライしてみるというのがバランスとしてはいいかなと思うんですね そこを飛び級してなんかユーチューバーの人がこれめちゃくちゃいいですよと言ってるから買ってみようっていう風にすると失敗するんですよねなので YouTuber の言ってることは僕も含めて真に受けすぎないことが重要で今回の動画の一番大切なことっていうのは 自分自身を理解することで自分の年齢だとか自分の雰囲気だとか自分のおしゃれの習得度とかをしっかりと理解した上でじゃあ今の自分にはどのアイテムは似合うのかな似合わないのかなっていうところで判別をしていけば僕のような YouTuber の言ってることに騙されないで済むわけですね僕はこういうのもなんか変な感じはしますが本当に重要なのでこの辺りは何度もお伝えしたいんですが人によって似合う似合わないがあるというのは年齢も違うし習得度も 違うし雰囲気が違うからなんですね。なのでこのあたりは理解をしていただきたいなと思います。あんまり飛び級をしすぎないで階段を登るようにおしゃれ無頓着だった状態の方はまずは初級者と言われるようなベーシックな着こなしをユニクロ、GU、グローバルワークぐらいでできるといいですねという感じです。そして中級者になるためにはセレクトショップのオリジナルとかそのあたりを使いながらややトレンド感のある服を着れるようになればいいと思いますし、まあ、そこから先中級者の中でも上級の中級者になってくるとセレ エェットショップのオリジナルからドメスティックブランドだとか、まるまる専業ブランドみたいなニットが強いブランド、ジャケットが強いブランド、イタリアのブランド、イギリスのブランドとか、そういったものを使えるとすごくバランスがいいかなと思うので、一歩ずつ自分の習得度に合わせながらアイテム選びをしていただくと、買ったけど似合わないっていうことがよりなくなるのかなと思っています。 はい、続いてラスト4点目の似合わない理由なんですが、これはですね、ただ見慣れてないだけというものなんですね。これ結構面白いなと思っていまして、試着をした段階になんか似合わないな。 感感じるこの感覚って合ってるここの覚っっててととが7 8割だとは思うんですよ自分のことを一番よく知ってるのはある意味で自分でもあるので感覚としてなんかこれがしっくり来ないなっていうことが合ってることが結構多いんですが一方でそれが合ってないことも結構あったりしてそれはどういうものなのかというと今まであんまり経験してきたことがない服っていうのは着たことがないので見慣れないってことなんですね しまうことが結構多かったですのでそれが全体の2割から3割ぐらいはあるかなと思います僕は本当にいろんな方のスタイリングをやってきたんですが 客観的に着てもらって、あ、ハマってるなと思うんだけども、ご本人は今までそれ着たことないので、なんか違和感あるなっていう雰囲気って、めちゃくちゃよくある話なんですよね。見慣れないから、鏡の前に映ってる自分が、なんか違和感があるんですよね。だからその服を買わないと、どうなるのかというと、いつも同じ服ばかりを着てしまうっていうことと、時代の流れによって、 今のの自分のスタイルががどどんんん古臭くくなっていくといとう現象が起きるんですねこれがいわゆる30代後半から40代の方がなんか古臭くなってしまう理由なんですね。ある一定の割合では今まで着たことがないトレンドの服だとか色合いのものだとか柄物に関してはトライをしてみることも大事だと思うんですね。これを柔軟に受け入れられる人が結構おしゃれになるスピードが速かったりするのでぜひ、まあ、皆さんも頭の片隅に置いていただ きたいんですね、この最初のこう似合わないなっていう感覚を乗り越えるために大事なのは僕は今まで本の中で何度も書いてきたんですが3分間の法則というものがありまして試着をして本当にすぐに似合わないなと思って着替えてしまうのはもったいないので、まあ、まずは3分間ぐらい我慢してみることが大事なんですね、まあ、その服を着てみてなんか違う組み合わせにしてみたら合うのかもしれないなと思って違ったボトムスに変えてみたり だとか、まあ、店員さんに相談してこのトップスには何が合いますかっていう形で他にアイテムを持ってきてもらって組み合わせを変えてみるだとか、まあ、そういった感じでプロの力を借りることであこういった見せ方ができるんだなとか、まあ、そういった理解も広がりますしなんだかんだで走行しているうちに3分間ぐらい経ってしまって着てるものが見慣れてくるってことは結構あったりするわけですよどんなにダサい服でもその服を一日中着ていて ずっと鏡見てたら最初の違和感よりはだいぶその違和感って減ってると思うんですね。それぐらい見慣れるっていう問題はあったりするので、似合わないと感じた時にも、いや、これはただ見慣れてないだけなのかもしれないなっていうところも頭の片隅に置きつつ、ちょっとずつ自分の変化を取り入れることはすごく大事なので、このあたりもぜひ覚えておいていただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、なぜその服が似合わないのか、具体的な4つの理由ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ結構抽象的な話で、まあ皆さんにどれぐらい伝わったのか、僕自身不安なんですけども、ぜひコメント欄で、まあ感想だとか、まあ、このあたりも似合わない理由になるんじゃないのっていう提案があったら、ぜひシェアをしていただきたいなと思っています。まあ何度もお伝えしている通り、今回の動画の中で一番大事なことって、 自分自身を知るということだと思っているんですね。どんなにそこにある服がトレンド感があったとしても、どんなにあの YouTuber が言っていて、間違いないと言ってるから欲しいからと言っても、やっぱり自分の雰囲気だとか、年齢だとか、習得度に合わないアイテムって、絶対に似合わないんですよ。そして、買ったはいいけど、着なくなるんですよ。なので、まずは自分自身のことを知った上で、あ、これはいけそうだなというものにトライをしてみるというのが、一番 失失敗敗ががなななないいいいかととと思まますすそしててたたににはるるるこもも大事ででだだ単に似合わないと感じるののの見慣れてないだけの理由もあるのでちょっと思い切って買ってみるということも大事で、それをしないと、どうしてもですね、今までと同じファッションに固まってしまいますし、古臭いファッションに陥りがちなので、まあ,ある程度の失敗は確保しながら、全体の買い物の1、2割ぐらいは冒険をしてみるということも、すごく大事かなと思うので、まぁ、ぜひこのあたりを参考にしながらですね、今後の服 選びに活用してていいただければなと思っていますこれからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですがもう少しトレンドによったアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構緩く皆さんと一緒にシェアしてますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまたなかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンも開催をしていますそちらでは主に写真と 文章ベースでまあ大体1分ぐらいで読める内容で様々な記事を1日5記事ぐらいですかね出していますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。